ジーダライアスはやったもんな。弱いんすよね。まともなゲーム入ってないもんな。まともなゲーム入ってないってことはないけど。ゴッドブレス・ザ・リング。これ知らないな。知らないけど、このセンターの中心にいる女の子可愛いですね。ポニーテールの女の子ね。これどんなゲームかな？これちょっとやってみましょうか。スクエアって書いてあるね。しかも後ろにね、FF7 のクラウドがいるんですよね。主人公の。アクションゲームなのかな、これ。ドリームファクトリー。ああ、なんか 3D アクションっぽいな、なんかな。これでいいのかな？ザ・リング。アーケード。オプション。全くどんなゲームかわかんないですよね。ゲームセッティング。CPU レベル。まあ普通でいいやな。これ格闘ゲームか。タイムとかあるけど。インフィニティにしとこう。対戦格闘なのかな、これ。3D 対戦格闘みたいなことか。あ、これですね。ポニーテールの女の子ね。ヨコ。どういうゲームなんでしょうね。あ、格闘や。面白そうですね。これはいいゲーム発見した。いや、僕ね、スクエアは対戦格闘を出してんのは、トバルナンバーワンとね、トバル2とね、武士道ブレードとブシドブレード2しか知らないですけど、こんなゲーム出てたんですね。3D 対戦格闘って感じですね。これ知らなかった。こんなゲームあったんや。いや、僕、プレステ疎いですからね。そこまで知識ないから、まあ、知らないゲームももちろんあると思いますけど。あ、でも面白いですよね、ゲームとしては。あ、ヨーヨー持ってる。あ、なるほど、ヨーヨー使いってことなのかな？ヨーヨーヨーコって名前でしたから。でもヨーヨー振り回す技がないね。完全に素手で戦ってるね。いや、これはやりやすいですね、なかなか。操作性もいいし。あら、剣みたいなの持ってる。なるほどね。これは面白いわ。いいゲームですね。あ、またこれ女の子のキャラがいる。いや、なかなかスクエアも面白いゲームを出してますね。スクエアって言ったら RPG のイメージ強いけど、こういうゲームを出してるんですね。これは知らなかった。こんなゲームあったんや。いや、たまには知らないゲームやるのもいいっすよね。面白いのを発見することもあるから。はい。動きもスピーディーですしね。爽快感もありますしね。なんかバーチャファイターや鉄拳よりもいい気がするな、こっちの方が。ああ、やられた。全然ヨーヨー使わないな、この女の子。強いな。この子は足技の方が得意なんかな。そんな気がするね。よかった。
上に登っていった。うわ、面白いステージですね、これ。段差があるステージ。強いな。もうパイフと強いですね、この女の子。これでどんどん進んでいくって感じですよね。武器持ってますね。長い武器持ってる。あ、強い。あ、強いわ、こいつは。おお、強い。こういうちょっと長いリーチのある武器持ってるやつは近づいて戦った方がかえっていいのかな。離れると逆に不利になる気がするな。負けましたね。これキャラチェンジできないでね。そのままなんですね。強いな。急に敵強くなったね。でも近づいたらあの棒みたいなの使ってこないですね。接近戦でやってきますね。離れたら棒を使ってくるんですよね。やっぱりな。急に敵強くなったね。めちゃくちゃ強いやん。うわ、強っ。めちゃくちゃ強いな。近づいた方がいいですね、こいつはね。近づいて戦った方がいい。ああ、強いな、それでも。攻めて、近づいて攻めた方がいいですね。離れない方がいいというか。うわ、勝った勝った。強かったね。ああ、同キャラや。セーラー服ですね。ああ、めっちゃ強い。ああ、さっきのやつよりはまだ弱いな。ああ、やばい。でも強いか。ちょっと強いな。同キャラやから。いや、セーラー服にポニーテールって最高ですね。最高の組み合わせですよ。あ、でも今回強いと、ヨーヨーを使ってくるね、相手は。あ、負けた。強いわ。
あ、強い、やばい。いや、互角、軽勝負やな。あ、やばい。やばい。あー、惜しいなー。負けましたね。惜しかったなー。1回目はなんとかなるんですよね。2回目が強くなるからね。あ、強いわ。あ、やられてる。うわ、強い。サマーソルトみたいなのやってきた。あー、どこへ行っとんね。あー、どこへ行っとんね。やばいな、やられるなこれ。おお、勝った勝った。危なかったね。飛び道具打ってくる。押し勝ちました。あ、まだか。まあこいつも多分強いと思いますよ。1回目は勝ちましたけどね。弱くはないでしょう。おお、勝ちましたね。なんとかなりましたね。主人公っぽいな、こいつな。違うかな。まあ1回目は弱いけど、でも絶対侮れないですよ。この辺の敵はもう強いと思いますよね。あ、でもいけそうやな。あ、強くなってきた。あー、危ね。勝ちましたね。おお、サスケ。あー、強いなこいつは。ガードが硬い。おお、剣持ってる。わかった。蹴りが結構ね、当たってくれるね、たまにね。やばい。
うわ、投げられた。あー、どこ行ってんね。おー、危なかった。勝ちましたね。どんどん進んでいくね。いい感じ。うわ、犬や。ジャンゴ。ラスボスかな、これ。うわ、強い。うわ、強い。回転してきた、今。うわ、強い。まあ、ラスボスじゃなくてもボスですよね、絶対なんかの。強い。うわ、めっちゃ強い。うわ、強いわ。これ最後なのかな。背が低いから当たらないね、なかなか。強いな。今までの敵とは全然違うね、強さが。この狭いところになると余計不利になる気がするね、なんか。ちょっと広いところで戦った方がいいのかな。飛ぶ道具持ってるからな。ああ、落とされた。もう、この蹴り自体も当たりにくいもんな。背が低いから。おお。強いなぁ。一戦も勝てないもんな。ラスボスっぽいね。もうパンチしか当たんないわ。あ、パンチも当たんないな、背が低いから。ダメだ。しゃがみ蹴りか、パンチがたまに当たるぐらいやね。あー、今、ヨーヨー出したな。どうやって出した？あ、これか。うわ、強っ。DJ ジャンゴっていうのか。あ、D ジャンゴか。D ジャンゴや。ヨーヨーがいいね、ヨーヨーの方が。あ、ヨーヨー出せる回数決まってるんや。毎回出せないんや。5回ぐらいしか出せないのか。あ、ビンタや、ビンタ。そっか。ヨーヨーなくなったらビンタになるんやね。でもビンタ当たんないもん。
出せなくなるんじゃ。あ、出せなくなった。5発か6発か出せないんや。うわー、ダメだ。これは勝てないわ。はい、終わりたいと思います。いや、面白かったですね、これ。なかなか、これ全然知らないゲームでしたけどね。うん、はい。